ヘッドロックモード使用するには送信機左上のオブジュアリーボタンを長押しすることで通常モードからヘッドロックモードに切り替わります。ヘッドロックモードを使用すると機体の向きに関係なく前後方向がロックされます。ラジコン製品特有の機体の向きによる操作方法の変更がなくなり、実際に機体に乗りパイロットの目線で操縦しているかのように常に同じ操作方向にて操縦可能となります。ヘッドロックモード中は機体後方の赤色 LED インジケーターがゆっくりと点滅した状態になります。